こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、本日9月の15日に発売となりましたユニクロの新しいコラボレーションラインであるユニクロ C ですね。こちらの中で大人の男性が着れそうなものをですね、実際に購入してきましたので、皆さんにですね、しっかりとレビューをしていきたいなと思っています。まあ、そもそもこのユニクロ C というのはメンズのラインはなくてですね、ウィメンズのみの展開になっているんですね。ですが結構話題になっていますし、最近では女性がメンズの服を着たりだとか、逆に男性が女性のものを着るというところが割と一般化してきてるかなと思うんですね。その流れの中で、今回話題のユニクロ C の中で僕たち大人世代が着るとしたらどのあたりがハマりがいいのかというところで、僕自身が実験台になって皆さんにですね、いろいろとレビューをしてみたいなと思っていますので、一つの参考にしながら最後までお楽しみいただければなと思っています。ちなみに今回僕が購入したのは全部で4点になります。先日事前にですね、ユニクロ C の中で気になるアイテムを皆さんにお伝えしてたかなと思うんですが、その答え合わせをしていきたいなと思うんですね。その通りに買ったものもあれば、これはちょっと僕の中で反省だなというものもあったりだとか、逆にこれ良かったなっていうものもあったりだとか、結構僕の中でも画像を見てみるのと実物を見て試着をするのとでは結構違いがあったなという部分もあるので、まあ、そのあたりも正直にお伝えしたいなと思っていますので、ぜひお楽しみいただければなと思っています。ということで、前置きはこのあたりにして早速本編に入りたいと思います。それでは早速行ってましょう。はい、ということで、ここからは実際に購入したもの、皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、まず1点目は僕が今着てるこちらのですね、オーバーサイズジャケット7990円ですね。カラー展開はネイビーとグレーの2色がありまして、こちらの形と同型のもので、あとはチェック柄のものもあるので、このあたりはお好みで選ぶといいのかなと思っています。今回のユニクロ C の中でも、割とこうメンズライクなデザインで、これだったらトライできるかなということで、前からですね、ちょっとチェックしてたのがこちらのアウターなんですが、まあ、実物を試着してみたところ、まあ、なかなかバランスが良かったので今回購入してみました。ちなみに僕は身長164センチ53キロと小柄な体型なんですが、今回選んだのはL サイズになります。まあ、見ていただくと分かる通り、もともとゆとりのあるような設計だと思うんですね。なのでこれでもサイズ感問題ないかなと思うんですが、個人的にはもうワンサイズぐらい上でも良かったかなと思うんですね。ただですね、店頭では L サイズまでしか売ってなかったので、今回はこちらを購入したのと、あとはですね、もう一つポイントがありまして、今回ユニクロ C のアイテムは基本的に夫婦兼用で着ようかなと思ってまして、まあ、僕だけではなくて妻が着ることも考えると L サイズぐらいが適正なのかなと思っています。今下にはですね、暑いので T シャツを着てるわけなんですが、割と一般的な男性であれば XL 以上が推奨かなと思うんですね。というのも前から見た時の着丈ですね、これがですね、やや短めの設計なんですね。ですので下に着てる T シャツの方がやや長くなるという、ちょっと微妙な見え方になっているのが個人的にはちょっと気になります。まあ、後ろから見ると結構長さがあるので、割とお尻の下まで隠れるというところは結構バランスがいいのかなと思います。前よりも後ろの方が長くて、やや膨らみ感のあるバックスタイルが個人的にどうなのかな、ウィメンズっぽすぎないかなというところで心配だったんですが、着てみるとそんなに違和感はなかったですね。デザイン的にはいわゆるシャツアウター的な感じで、襟が大きめについていて、胸には大胆なポケットが左右対称についています。でポケットにもフラップがついていて蓋付きなので、結構このポケット部分がデザインのアクセントになってるんですね。僕はこのようなディティールがかなり好きなので、このデザインの部分にかなりですね惹かれたわけなんですが、非常にハマりがいいなと思っています。まあ、ちょっと女性っぽい丸みのあるシルエットではあって、肩はラグラン袖になっていて、袖の部分ですね、ここもちょっと膨らみがあるんですよね。このあたりもちょっと女性っぽく見えるかなと思ったりだとか、袖短くないかなと思ったんですが、まあ、実際に着てみるとメンズでもこのようなデザインのものってドメスティックブランドとかでもよくあるので、全然違和感なく着られたかなという印象です。僕は小柄な体型なので腕の長さも全く気にならなかったですし、むしろメンズのものだと結構長すぎるものが多かったですので、僕の体型には結構合ってるかなとは思いました。ただ一般的な男性だとちょっと店頭で売ってるものだとちっちゃいんじゃないのかなという印象はあります。まあ、デザイン的にはすごくかっこいいし、色もですね、ミディアムグレーぐらいで深すぎない仕上がりになっていて、このあたりが個人的にはよく履くブラック系のパンツとの相性もいいなと思います。で、内側にはボーダーの T シャツを着てるんですが、まあ、これはユニクロ U のですね、ボーダーの T シャツで代用していただければなと思うんですが、このようなマイクロボーダーのちょっとグレーっぽく見えるものとかなりハマりがいいんじゃないのかなということで、シンプルにコーディネートをしています。まあ、いろんなブランドのシャツアウター僕は大好きで買ってきましたが、デザイン的にはひとひねりあって非常にバランスがいいなという実感はあります。ただやっぱりメンズではな
なくてウィメンズなので、ボタンがちょっと逆になっていたりだとか、そのあたりのちょっとした違和感だとか、あとはですねポケットの付け方ですよね。まあ、ここに大きめのポケットがあって、このサイドからですね手は入れられるような仕様になってるんですが、個人的にはここじゃなくてやっぱりここに欲しいですよね。ここで手突っ込みたいなっていうのがあって、この部分にポケットがないのがちょっと個人的には惜しい点かなと思いました。で、素材使いなんですが、ポリエステルとウールとナイロンが混合されているんですけども、 100% ポリではなくて天然素材も使われているので、自然な見た目には見えるんですが、ややシワが寄るというか、ピシッとした収まりになるというよりは部分的にちょっとシワが入ったりだとか、ちょっとピョンとこのあたりの裾が跳ねたりだとか、そういったところがやや気になるかなとは思うんですが、これ着てるうちにちょっと落ち着いたりだとか、まあ、先ほどちょっとアイロンサライトかけたんですが、ちゃんとケアすることで落ち着かせることはできるかなと思うんですが、そのあたりの生地の質感に関しては割と好みが分かれるところかなとは個人的には感じています。ただ価格帯的にもですね8000円ぐらいなので、アウターがこれぐらいの価格帯変えて、なおかつデザイナーが非常に著名な方というところでは特別感はあるのかなと思っています。このアイテム、大人の男性にとってマストかというと、まずおしゃれ初級者の段階では無理して買う必要は特にないかなと思います。やはりちょっとデザイン的にはエッジも効いてますし、シルエットもメンズライクなアイテムではあるんですが、ちょっとウィメンズっぽい丸みのあるデザインではあるので、まあおしゃれが結構好きな方で手軽にですねこういったデザイナーズのアイテムの空気感を触れたい方にはおすすめできるかなと思うんですが、ぜひ皆さんもですね店頭でまずは試着をしてみることからおすすめしたいなと思っています。はい、続いて2点目に購入したアイテムなんですが、僕が今着てるこちらのカーディガンですね。商品名はソフトニット V ネックフレアスリーブカーディガンですね。価格は3990円、色はですねネイビーを購入しました。ちなみにサイズはですねこちらで L になりますが、結構大場目のサイズ感になってるかなと思います。言ってしまえばベーシックなカーディガンなんですね。厚みはですね、中肉厚よりもややですね厚みがあって、ちょっとアウター感覚で着れるようなしっかりとした厚みがあるような、そんなカーディガンになっています。まあカーディガンなのでデザイン自体はそこまでですね奇をてらった感じではないんですが、ちょっとサイズ感ゆったりめで肩のラインも落ちていますし、あとは丈の長さですね、結構長めなんですね。横から見るとこんな感じ、後ろから見るとお尻がすっぽり隠れるぐらいの長さがあって、このあたりのサイズ感が個人的には結構好みだったんですね。まあ、僕ら世代は結構カーディガンというとジャストサイズで着てたことも少なくないかなと思うんですが、今着るのであればこれぐらいゆとりがあるのも、まあ、かえってバランスがいいんじゃないのかなと思っています。で、細かい部分なんですが、このポケットですね、割とですね下の方ではなくてやや上の位置に取り付けられてるんですね。このあたりもちょっとしたアクセントにもなってるかなと思いますし、袖もですねちょっとこうフレアっぽくなってるんですね。このあたりには女性っぽさを感じるので、万人向けではないかなと思うんですが、ちょっとワンアクセントあるカーディガンだとかそういったものが欲しいなって方にはハマるんじゃないのかなと思います。個人的にはこれノーマークでしたが、かなりいい商品だなと着てみて実感しました。そして何より色味がいいんですよね。今回購入したのはネイビーという色なんですが、伝わりますかね。まあ、シンプルなネイビー単色ではなくて、ネイビーの糸だとかブラックの糸だとか結構複数の色が混ざったような平坦にならないような色合いなんですね。この色合いがすごく良くて、男性が着てもすごくバランスのいいようなネイビーに仕上がってるかなと思います。ベーシックなカーディガンというアイテムなんですけども、着丈が長かったりサイズ感がゆとりがあったりだとか、ポケットの位置にちょっと変化があったりだとか、やりすぎないアクセント要素が散りばめられているのがすごくバランスのいいカーディガンだなと思いました。もうシンプルに白 T の上にサライト着るだけでも様になるので、大人の男性がトライしてみるにもなかなかいいアイテムかなと思っています。まあ、よかったら皆さんもチェックしていただければなと思っています。はい、続いて3点目は僕が今着ているプレミアムラムハーフジップセーターかっこ長袖と言いたいところだったんですが、大変申し訳ありません。今回は購入を見送らせていただきました。これはですね完全に僕自身の落ち度だと思ってるんですが、着丈が結構短かったんですね。僕が今着てるのは同じようなテイストのですねハーフジップのセーターなんですが、着た時の感覚としてはこれよりもだいぶ短めで、なかなか大人の男性が着るにはちょっと丈短すぎるかなということで購入を見送りました。僕の事前動画を見て楽しみにしていただいた方には本当に申し訳ないなと思うので、この場を借りてお詫びを申し上げたいなと思っています。まあ、このようなハーフジップのセーターっていうのは旬なアイテムですし、着るだけで首元の印象がだいぶ変わるので、ぜひともおすすめしたいところだったんですが、ちょっと今回は僕の事前のリサーチ不足でなかなか丈が短かったかなと思うので、また今後いいものがあったらご紹介をしてみたいなと思っています。
続いて3点目は僕が今着ているライトダウンジャケットですね。価格は7990円ということで、これもですね、全くノーマークだったアイテムなんですね。事前のレビューをした時には全く視界に入ってなかったぐらいですね、もうベーシックで使いやすいアイテムかなとは思うんですが、実際に店内でいろいろと見てる中でふと気になって着てみたら、じわりじわりとこれなんか使い勝手いいんじゃないのかなということで購入してしまいました。僕はですね、このようなライトなダウンがすごく好きなんですね。まあダウンというともっと本格的なものを想像される方が多いかなと思います。ユニクロにも名作のダウンたくさんありますが、意外と普段着るにはサクッと着れるようなこれぐらいのライトなダウンが便利だったりするんですね。ちょっと肌寒くなってきたなと思ったらロンティの上にサライト着たりだとか、シャツだとかニットの上でも合わせられるし、結構使い勝手がいいのがこのようなライトダウンかなと思うんですね。このジャンルはユニクロのお箱的な立ち位置かなと思うんですが、まあ、それをベースにしながら襟元がノーカラーになってるんですね。この襟元のすっきりとした感じが個人的にはすごく好きで、重ね着もサライトしやすいのですごく気に入ってるポイントですね。でダウン自体も軽くて意外と着てみると暖かいんですね。でダウン特有のステッチもですね、結構細かめに入ってるのではなくて必要最低限の数に絞られていて、これもデザインのアクセントとして効いてるぐらいなので、カジュアルに見えすぎないような上品さをちゃんとキープしてるのが個人的にはすごく素敵だなと思いました。ありそうでないのがまさにこちらのアプローチで、秋から冬に変わった時にはこれ結構使える機会は多いんじゃないのかなと思っています。あとはなんかフード付きのパーカーなんかで合わせてもいいかもしれないですね。地味ではあるんだけども、結構ワンマイルウェア的にガンガンに使えるかなと思って今回購入したんですが、シンプルに今はプリントの T シャツの上に着て、下はですねパラシュートカーゴパンツですね。いやボリューム感があってミリタリーワークテイストのですねボトムスと合わせていますが、本当にモノトーンでサライト着るとすごく使い勝手がいいかなと思うので、結構見逃しがちな隠れた名品だと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思います。サイズは L を選んだんですけども、このようなアイテムはジャストで着るよりは少しゆとりを持たせた方が今っぽさが出るんじゃないのかなと思っています。着方によってはこの上にロング丈のコートを着てあげてレイヤードを作るのもすごく良かったですので、ぜひ皆さんもですねお店の中では結構地味で目立ちにくいかなと思うんですが、一度試着をしてみていただければなと思っています。はい、続いてラスト4点目は僕が今かぶっているこちらですね。当初の予定通りウールキャップ購入しました。正確な商品名はアジャスタブルウールキャップですね。価格が2990円ということで、これはマストバイアイテムかなと思います。僕は結構キャップが好きで、休日はですね結構かぶってることが多いんですね。髪の毛をセットするのが面倒だし、まあ、着こなしの中でちょっとカジュアルさを出したりだとか、外しのアイテムとして使うとバランスが良かったりするので、僕は結構使うんですが、これから秋冬ですね、例えば今着ているようなロング丈のコートとかきれいめなアイテムですね、それに対して外しの意味合いでこういったキャップをかぶると意外とバランスが良かったりするので、持っておくとすごく便利なアイテムなのかなと思います。まあ、キャップの中でも素材使いが上品なんですね。ウール 100% ということで毛足が長くてマットな質感がすごく上品なですね、そんなキャップになってるんですね。これだったら大人世代でも使えるかなと思いますし、3000円未満で決して買えるような雰囲気のキャップではないのでかなり気に入っています。まあ、全体的に丸みのあるようなシルエットになっていまして、縫い代も少ないんですね。このあたりに上品さを感じるのと、後ろから見るとこの部分ですね、レザーを使っているので、まあ、このあたりも含めてどこから見ても上品な仕上がりになっているかなと思います。まあ、カラー展開は3色だったかな、どれも良かったです。グレーもすごく良くて最後まで迷ったんですが、先ほどのシャツジャケットがグレーだったのでちょっと今回はブラックを購入しました。結構ですねきれいめな着こなしの中にあえて使っていただくっていうのが良いかなと思ってまして、コートも合うし、あとジャケットのスタイルなんかで合わせてもらうのも意外といいかなと思います。1個あると結構使えるアイテムなので、帽子が苦手な方もぜひ試してみるのもいいかなと思うので、店頭で試着をしていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では本日9月15日に発売になりましたユニクロの新しいコラボレーションラインである
ユニクロ C のですねアイテムを実際にですね購入して大人の男性に似合うのかという視点で皆さんに動画をお届けさせていただきました。まあ、結論ですね、選べば僕ら世代でも使えるもの結構あるんじゃないのかなと思っています。個人的に一番楽しみにしていたオーバーサイズのシャツジャケットもですねなかなかバランスのいい一着でしたし、ノーマークだったカーディガンだとかライトダウンジャケットですね、このあたりもすごく良かったんですよ。まあ、写真だけだとどうしてもですねベーシックなので見逃してしまいがちなアイテムなんですが、実際に着てみるとかなり上品だし、ありそうでなかったような魅力のあふれた商品なので、実はこのあたりが一押しだったりもするのかなと個人的には感じています。また帽子だとかあとはバッグだとかいろんな小物とかもあったりするので、ぜひ皆さんもですね休日に店舗で試着をしていただきたいですし、奥さんやパートナーの方と一緒にですね店頭に行ってそれぞれですね意見交換しながらあれこれ着てみるのがすごくいいかなと思います。というのも僕自身もですね今回のアイテムは僕だけではなくて夫婦兼用で使おうと思ってるんですね。そのようなユニセックスで使えるというところも含めてユニクロ C は結構魅力的なラインナップなのかなと思うので、ぜひよかったら参考にしていただければなと思っています。まあ、ぜひ今回の動画見ていただいて気に入っていただけたらチャンネル登録や高評価の方もよろしくお願いします。以上スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。